が多すぎます。私たち3人もいるのに。彼女は一体どうやってこの寮を。失政の秘書はやはりただものじゃない。屈辱です。あら、あなたたちは。お前ら行校の手下じゃないか。ここで何してるんだ。行校様の秘書です。手下ではありません。カウ様を見かけませんでしたか、旅人さん。もう何日も絶雲の間から帰ってこないんです。彼女はリーウェイ七世全体を補佐している秘書で、私たちが今代わりに仕事をしているのですが。前に仙人たちがリーウェイの罪を問いただしに来た件について和解はしたものの、七世は仙人への尊重の意を示したいと考えたのです。そのためカーン様を使者として絶雲の間にリーウェイ騒動の近況を記した手紙を届けさせているのです。でも本当ならカーン様はとっくに帰ってきて仕事をしているはずです。なのにずっと戻ってきません。なるほど。ついでに観光してるんじゃないのか。たまには息抜きも必要だろ。それはないでしょう。カウン様はリーウェイ一の働き者ですから。毎年の休暇期間ですらカウン様はまだ仕事があるからと月会邸に残っているのです。そのような方が隙を見てサボるなんて想像もできません。そうなのか。でもあいつも半分仙人なんだから無事じゃないか。お前ら何をそんなに慌ててるんだ。そんなの彼女のこのありえない仕事量に決まってるじゃないですか。はぁ、最初は3人もいるのだから仕事場が変わるだけだと思っていたのに。うん、まさか普段のカウン様の仕事量が私たち3人の処理能力を超えていただなんて。もうどれくらい働いたかわかりません。今みたいに衣装休憩を取ることでさえ罪悪感を覚えます。つまりめちゃくちゃ緊急事態ってことなんだな。ところで旅人さんは絶雲の間に自由に出入りできるそうですね。当然、何回も言ってるからな。よかった、私たちの代わりに絶雲の間に行ってカウン様を探してきてくれませんか。私たちが倒れてしまう前に。助かりました。カウン様は龍雲釈風神君のところに向かうと言っていました。まずはそちらを探してはどうでしょう。もう時間です。早く戻って仕事をしなければ。いや、先に行幸様に残業代について相談した方がいいのでは。確か牧草さんだったよな。急いで行くぞ。そこでカウに会えるといいな。
ここにいたのか、カン。お二方、ここでお会いするとは。何かご用でしょうか。あ、いえ、私はもう属性から離れました。リーウェ校の事務的な話なら月海亭に相談してください。カーンは七星の秘書を辞めたのか。あいつらはお前が帰ってくるのを待ってたぞ。帰ってきてほしい。それがあなたたちの目的ですか。すみません、それはできません。なんでだ、一体何があったんだ。これが歴史の流れにおける選択です。この前、仙人たちがリーウェ校の監視役を民に引き渡してから、いつかは私もリーウェを離れるのだと悟りました。仙人の血を持つ私にリーウェ校での居場所はありません。手紙を届け、リーウェイに戻った後、私の仕事が百文、百行、百式に引き継がれていることを知りました。今回の仕事は、私をリーウェイから追い出す口実なのでしょう。七星がその機会をくれたのなら、きちんと答えないと。二人は優しいのですね。でも、慰めは必要ありません。千年ぶりに絶雲の間に戻り、山の間を流れる雲を眺めていると、心がとても休まるのです。な、でも。騒いでいるのは誰だ？あ、竜雲釈放神君？すまない、オイラたち。ただの冗談だ。お前たちがこの地にやってきたことはすでに知っていた。おお、さすが仙人。カウンと昔話を語りに来たのか。楽しそうに談笑していたな。おや、そういうわけではなかったのか。任せよ、話題探しはわらわの得意分野だ。この千年の間、自分と会話することで時間を潰してきたからな。そうだ、カーンの友人たちにカーンの子供の頃の話をしてやろう。ちょっと、リュウシン君。恥ずかしがるな。お前の可愛い子供時代の話、皆も知りたいだろう。小さい頃のカウンはな、頭の角を撫でられるのが大好きだったんだ。わらわが面倒を見ていた時はいつも角を撫でて寝かしつけていた。へえ。その時のカウンはコロコロに太っていてな。どれくらいかというと、わらわと共に山へ登った時、つまずいてコロコロと麓まで落ちてしまったくらいだ。ある日、カーンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってな。それが初めて生きた人間を見た時だった。まさか、びっくりして岩の隙間に丸二日隠れてしまうとは。わらわが見つけた時、泣きながら化け物が出たと言っておった。ですので、先に失礼します。ふむ、お前たちの間にあった気まずい空気を和らげようと思ったのだが。お前のせいでさらに気まずくなったぞ。そうか。それよりもカーンを探しに来てくれたこと嬉しく思う。
このような形で、あの子が絶運の間に残ることを、わらわはよく思っていない。あの子に関することを話して聞かせよう。仙人の中、麒麟は神獣だ。甘露を飲み、カカを食す。だが、絶運の間の仙山と仙境は、あの子の人間の部分にとっては、寂しすぎるのかもしれん。昨夜、カウンが月光に照らされた崖で一人、山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海は、あの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから、属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時、こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーユエコーは、絶運の間よりも孤独です。絶運の間で雲を眺めるのは、一人でいることに対する孤独です。でも、リーユエの人混みの中で感じるのは、人ではないものの孤独です。こうして、わらわは偶然にもカウンの思いを聞いてしまった。心の悩みとは、己の力で抜け出すのが困難なもの。だから、お前たちにはそばにいてやってほしい。ああ、確かにそうだな。一人で落ち込んでても仕方ない。しかも、リーユエに捨てられたっていうのも誤解だしな。あ、そういえば、さっきカウンが言ってた修行ってなんだ？あの子は戻ってきてからずっと仙人の感覚を取り戻したがっている。だからわらわに修行をしてほしいと願い出てきたのだ。今は修行に備えて奥蔵山の南へ向かっているだろう。わかった、早速行ってみるぜ。これは長年の心のわだかまりだ。カウンが無事乗り越えられるよう願っているぞ。
それほど驚くことではありませんよ。人間の悪しき習慣が抜けていないようだ。すみません、竜雲神君のところにいたので。私、言い訳も許しを請う必要もない。我はただお前に修行を頼まれただけだ。先生になった将は厳しすぎるぞ。仙人でも人でもないその身を俗世においては迷いが生じるのも必然だろう。修行の前に、お前は自身の内側と向き合った方がいいと思うが。私は、何も隠していません。肉体と魂は一心同体。魂に迷いが生じている時は、肉体から打開策を見つけるのも一つの手だ。我の修行では、お前の肉体に秘められた潜在能力を探る。はい、準備はできています。
が始まったのか。天気まで変わり始めてるぞ。その命いただいたわ。無駄な努力をやめたら。無駄な努力をやめて。諦めなさい。やは必要ない。他人からの評価とお前の修行は無関係だ。修行の結果は自分自身で感じろ。それがお前のためにもなる。はい、覚えておきます。翔は何に対しても独特な考えがあるんだな。明日はさらに修行の難易度を上げる。お前は奴がやってきたな。あとはお前に任せた。カン、これも、これも修行の一環だ。厄介な奴？こんなところに翔の頭を悩ませる奴がいるのか？なんと、帝君のご加護のもと、ついに仙人と出会えるとは。あなた方はこの山の仙人でしょうか。よかった。私は神帝と申します。仙人様たち、どうか恋愛運と金運と出世運をお恵みください。お願いします。仙人を訪ねてきたやつか。うん、妖魔退治は得意でも変な人間の退治はな。私も仙人です。修行中の仙人ではありますが。よかった、無駄足にならずに済んだ。
まだ半人前みたいですが、問題ないでしょう。では何を恵んでくれますでしょうか。なかなか失礼なやつだぞ。そこの尋ね人よ、楽な道を探すのはよくありません。仙人も無償で全ての訪問者を助けているわけではありません。無償？つまり仙人の恵みには金が必要ってことですか？そういうわけではありません。ただ何事もそれ相応の努力と真面目な生き方が大切だと伝えたかったのです。何もせずに全てを手に入れるのは他人に不公平です。ええ、分かっておりますとも。その話は父さんから何度も聞かされてますから。それはあなたの父もその苦労と幸せを過ごしてきたからでしょう。あなたの年なら実態のつかめないものに希望を託すのではなく、仕事と家庭に集中するべきです。あなた本当に仙人ですか？考えも話し方も俺の住んでいるところの人たちとそっくりだ。仙人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろうな。あ？なんだ？突然怒り出して。お前も仙人を訪ねてきたんじゃないのか？言われてみれば確かにカンを訪ねてきたからそうとも言えるな。もういい。本物でも偽物でもどちらにしろ意味がないなら山を降りる。ふん、お前みたいなやつさっさとどっか行け。はぁ、カン、あんな失礼なやつは気にしなくていいんだぞ。あ、いえ、彼の態度ではなく、ただ彼の話は確かに一理あると感じたのです。私は絶運の間に戻り、精一杯修行に励めば仙人に戻れると思っていました。さっき彼に質問されても、私は、でも林雄校はもう私を歓迎していません。仙人として私は、こいつの言うことを信じろ。はあ、わかりました。リーユエコーに戻ってみます。ただ私はまだ自分の考えを変えるつもりはありません。もし私の判断に間違いがないと証明されれば、再び絶運の間に帰ります。やっと一歩進んだぞ。じゃあ戻るか。
見慣れた高校、そして波の音、懐かしい海風の匂い。そんなに長い間離れてたわけじゃないのに、大げさだな。仕事が忙しすぎて、長らくこの辺りには来ることができていなかったのです。確かに、いつも残業してたみたいだしな。ええ、ここにいた時のことを思い返すと、いつも一人で机と向き合い、書類の処理をしていました。絶運の間の修行と似たようなものです。もしや、カウンお姉さま。まさかこんなところでお会いできるとは。いつも忙しそうにしているのに。このじいさん、カウンお姉さまって。悪乗りしないでください。紹介がまだでした。こちらは天王寺。身分を。問題ない、教えてやってください。リーウェの恩人だからな。正式に挨拶をせねば。天王寺はリーウェ七世の天数です。なんだって、このじいさんが七世の一人、教皇と同じ。身分についてはどうか内密に。この高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだ。その時、槍を持った兵士に後ろからついてきてほしくない。ほとんどの人はわしを物忘れのひどい口うるさい老人だと思っている。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望が厚く代わりになる者はいないほどです。カンお姉様にそう言ってもらえると、ここ数十年の頑張りも無駄じゃなかったようだ。天王寺、あなたの今の立場では私のことをカンお姉様と呼ばない方が。おお、すまん。年少からの癖が抜けてなくてな。わしが七世になったばかりの頃、あなたには世話になった。なるほど、数十年来の知り合いってやつか。そんな、七世の秘書として当然のことをしたまでです。秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。カンお姉様、わしの娘のケイシンを知っておるな。あやつが最近何か困っているようなんだ。はい、月海亭のケイシンは私の後輩です。何か手伝えることはありますか？いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。どうやらわしに手出ししてほしくないようでな。月海亭に行って様子を見てきてくれませんか？喜んで。七星の悩みを解決することが私の仕事ですから。いつの間にかキャラが戻ってるな。それじゃ、月海亭に出発だ。忙しい時でもカウン先輩を見るとなぜか安心します。お久しぶりです、ケイシー。
でもそれは言い過ぎですよ。あなたが困っていると聞いたので、何か手伝えることはないかと思い来ました。はあ、父上が先輩にお願いしたんですね。また七星の身分を利用して先輩の手を煩わせるなんて。気にしないでください。月海亭の後輩が困っているのなら喜んで助けます。カンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな。何があったのか教えてくれますか？はい、その納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです。英発商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり情報を詳しく調べたりしても問題が見つけられないのです。証拠がなければ強行手段にも出られません。なるほど、よくあることです。商人はいつもお金に目がくらむものですから。つまり先輩には解決策があるということですか？当然です。同じようなことを何百回も処理してきましたから。今回はどう対処すべきか少し考えさせてください。ふむ、今回はこれでいきましょう。誰かを最も理解しているのはその人の敵です。英発商店と万有商法は商品分類や市場区分においてずっとライバル関係にあります。それなら。それなら、あ、わかりました、カウン先輩。その通りです。まずは万有商法に向かいましょう。オーナーは確か博来さんでしたね。はい、そうです。ついてきてください。この前会った旅人と、そちらのお二方は月海亭のものですね。何か大きな注文でもあるのですか？考えすぎです、博来さん。万有商法の信用では月海亭の大きな注文を受けるに値しません。仮にそのような機会があったとしても英発商店の方に話が行きます。何？英発商店だって？くそ、東証のやつ、うまい話をかっさらっていくとは。はい、英発商店は信用できますので。毎年の納税状況を見てもとても積極的に。納税？積極的？おや、何が言いたいのです？騙されないでください。あいつの腹の中は真っ黒です。俺はよく知っています。あいつの納税書を見せてください。絶対に何か見つかるはずですから。随分と英発商店の経営状況について詳しいようですね。当然ですよ。あいつらに取引があるたび、俺は腹痛が煮えくり返る思いをするんですから。あいつらが金を稼ぐことは俺が損をすることよりも辛いんです。ではこの納税書を見てください。あなたの意見を参考に英発商店への信用を再度評価します。よしよし、しっかり目を通しますとも。一言一句、一文字一文字漏らすことなく。ここだ、ここ。
年始に半軌道から仕入れた高級木造家具がありません。俺に自慢してきたことがあったんですよ。この納税書を見てください。どこにも書いてない。金は全部こいつの懐です。なるほど。この取引に関する全ての証拠を消したの。道理で見つからないわけだ。だから言ったでしょ。追い詰められたあいつの顔が楽しみだ。でも先輩、それでも口では何もなかったと否定できますよね。ええ、すでに全ての証拠を隠滅しているでしょう。ただ、半軌道の方には何か残っているかもしれません。そうだ、半軌道のルージーは当初の言うことなんて聞かないでしょう。ルージーのところに領収書があるはずです。そうだといいのですが。半軌道に向かいましょう。警察層の近くです。悪事を暴いてくださりありがとうございます、博来さん。いやいや、当然のこと。証拠を見つけたらしっかり処罰してやってください。それが俺への最大の謝礼になります。警察層に行くのなら私は。まだ仕事が残っているのでしょ。大丈夫、私たちで行きます。はい、ありがとうございます。お手数をかけますがよろしくお願いします。どんな用件で来たのかな。もし弟子入りに来たのなら大歓迎だ。でも一度にそんな多くは取れないから、まずは養子に。警察層はかわいそうで孤独なじいさんしかいないのか。そこのトンネルの聞こえてるぞ。へい、ごめんなさい。ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来たのです。そうか。いや、気づいたんだよ。お前さん、月海底の用事で来たんだろ。七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからな。まったく、何が聞きたいんだ。ルージーは話が早い方ですね。私たちは英発商店東商の脱税の証拠を探しているのです。年始に東商がここで家具を注文したそうですが、領収書や記録等は残っていますか。英発商店との商売か。あれは大きな取引だったからな、忘れるはずがない。博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書をお借りできますか。もちろん問題ない。だが、今はそれが難しい。え？どうかしたのか？ここ半軌道は、作業と完成品を置く場所として使っておる。帳簿のようなものは、全部西にある倉庫に置いてるんだ。だが最近、厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな、追い払うことができずにいる。証拠品が必要なら、お前さんたちで倉庫へ取りに行って、ついでに奴らを懲らしめてやってくれないか。なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは仕事に戻る。倉庫を取り戻して証拠品を見つける。武闘派の出番だな。待ってください、あそこに怪しいものが。そこです。あれは
の服、ファデュイだ。リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありません。ルージーの倉庫を占領した悪い奴らもあいつらかもしれないな。魔人が港を襲った事件以降、リーユエでのファデュイの評価は下がりっぱなしです。ファデュイと何か小さないざこざがあっても外交に大きな影響はないでしょう。その上、私はあの者たちの悪意を感じ取りました。これは七星の秘書の直感です。それなら待つ必要はないな。やっつけに行こう。冷たくサクサク凍ってしまう。その命いただいたわ。いや、十分見たでしょう。あなたたちの計画を白状しなさい。計画？何の計画だ？さっきのはただのお仕置きです。まだ本気ではありません。ただ、もしあなたたちがリーユエにしようとしていることを隠し通そうとするのなら、私も本気を出さざるを得ません。本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファデュイの部下が突然検索層に現れたのです？そう聞かれると、確かに不自然だが。だが？でも、ここにはラズベリーを取りに来ただけなんだ。あなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした。本当だ。気晴らしに朝から外出してただけだ。この付近に新鮮なラズベリーがあると聞いて、よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし、警察層は老人しかいない。何を企むって言うんだ。かわいそうな目をしてるぞ。なら、暗鬼堂の倉庫が占領されたこととは関係ないのですか？暗鬼堂の倉庫？それどこにあるんだ？本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだ。つまりルージーの倉庫を占領したのはファデュイじゃないのか。私もこの者は本当のことを言っているような気がします。ああ、これはちょっと私の判断ミスです。申し訳ございません。先ほどの、揉め事は私個人の判断です。何か意見があれば総務士に状況を報告してください。揉め事？この女、今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をしないと知って。ええ、その通りです。無論再度武力で解決する選択肢もありますよ。オイラたちも参加するぞ。くそ、ここまでコケにされるなんて。どうするのです？ラズベリー狩りを続ける。かわいそうだけどすっきりしたな。お目汚し失礼しました。仕事から少し離れていたので勘が鈍っていたようです。大丈夫だ、ファデュイに痛い目を合わせたからな。ではルージーの倉庫に向かいましょう。証拠品を手に入れるのが最優先事項です。
を占領したのはヒルチャールたちだったんだな。悪い奴らをやっつけよう。無駄な努力をやめてた。無駄な努力をやめたら天道万象降参しなさい。岩山八九先輩、お帰りなさい。本当にご迷惑をおかけしました。後輩を助けただけです。気にしないで。はい、これが A8 商店が半軌道に注文した時の領収書です。ありがとうございます。これがあれば。ええ、一緒に A8 商店へ行ってオーナーとじっくりお話をしましょう。月海艇のケイシンじゃないか。覚えてるぞ。もう言っただろう。取引の記録も納税書も全て問題ない。まだ仕事があるんだ。
わけのわからないことで時間を無駄にしないでくれ。わけのわからない？東條さん、ずいぶん自信があるのですね。残念ですが、早めに認めることをお勧めします。あなたがお支払いする罰金に影響がありますので。そんなはずはない。俺はずっと真面目に商売をしてきた。何もやましいことはしていない。説明が足りなかったのでしょうか。東條さん、あなたが脱税している事実はもう明らかなのです。私たちはあなたの誠意を確かめに来ただけです。明らか？ありえない。だってありえないぞ。もう言い訳もできないみたいだ。カウンの威圧感ってすごいな。こら、こいつに見せつけてやろうぜ。東條さん、これを。これは反機動の領収書。俺は偶然であれほど脱税の事実を認めるのか。この取引は納税書に記載されていなかった。はあ、これを見つけられるとは思わなかった。完璧に隠したはずなのに。確かに博来さんの手助けがなければ私たちも見つけられませんでした。博来、万有商法のあいつが俺をチクりやがったのか。人のことを棚に上げやがって。あら、東條さん、その言葉の真意詳しく教えてくれませんか。後のことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。あとは自分で処理します。よかった。やっぱりカウ先輩はすごいですね。誰かを最も理解しているのはその人の敵。どうやってこのようなことを思いつくのです。しかもそれを実践までしてくれるなんて。あなたの父上、天数様から学んだ考えです。私の父上。敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺める、それが天王寺が何年も七星の座についていられる理由です。あなたは天王寺の娘ですから、自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いました。だから父上のやり方を実演してみせたのです。そうなのですね。もしかしたら私は父上をよく理解していなかったのかもしれません。カーン先輩、本当にありがとうございます。とてもわかりやすい指導でした。カーンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題も一緒に解決したみたいだな。こんなに助けてもらったんですから必ずお礼を。いえ、お礼なんて大げさです。大したことはしていません。ならせめて食事をご馳走させてください。旅人とパイモンも一緒にどうだ。君たちにも手間をかけた。もちろん、カウンも行くよな。食事くらいいいじゃないか。食事だけなら断る理由もありません。ではお願いします。ケイシー、実はもう新月券を予約してあるんです。先に行って準備しているので、そこでお会いしましょう。ええ、わかりました。
ありがとうございます、先輩。二人もよく来てくれた。気にするな。準備ご苦労様です。そんなに気を使わなくてもいいのに。実は、先輩、さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんです。そうですか？助けが必要ならためらわず、直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。少しお話を聞いてくれますか？喜んで。私は小さい頃から、カーウ先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました。父上のこともとても尊敬していますが、いつもカーウ先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていました。あなたの背中を追いかけて、私は月海亭にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり、月海亭の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。だから、よく悩んでしまうのです。そんなことありません。謙信はとてもよくやっていますよ。ありがとうございます、先輩。数年前、私にも娘が生まれて。え？天王寺はもうおじいちゃんってことか。私の影響で、娘も当時の私と同じように月海亭の秘書になるのが夢です。でも正直心配でした。この仕事は一筋縄ではいかない上、あの子に素質があるかどうかもまだわかりません。でも今回のことを通して、私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ？あの子が将来、カーウという先輩に出会えるからです。カーウ先輩は優しくあの子を導き、当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずです。その情景は素晴らしいものだと思いました。だから、20年後のことも先輩に頼みましたよ。ケイシン、私の存在があなたにとって、そんなに意味あるものだったなんて。先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように、先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです。立ち会い人？確かに。私は何千年も、リーウェイの発展や変化に立ち会ってきました。でも、それはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。ケイシン、あなたのさっきの話は、私にとってとても意味あるものです。岩王帝君との契約以外にも、このリーウェイ校の人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました。私を頼り、認め、求めていた人がいたのですね。当たり前です。あなたは私の唯一の先輩ですよ。そうですね。しっかり皆様に応えなければ。そうだろ。やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても、少し抵抗してみます。あなたの思いに応えるためにも、これからも契約を履行し、父性の秘書として居続けます。とにかく戻らなければ。私がいなければ事務所にも滞っているでしょう。さて、仕事です。時間は無駄にはできません。頑張ってください、先輩。もう行くのか？まだ食べ終わってないぞ。
まさか立ったまま寝ていたんじゃ。見て、見てください、あれ。こんなところでサボっているなんて、私の代わりにはならないようですね。そんな、私たちもうずっと働いていて休まないと。こうしてカウン様と会う前に倒れてしまっていました。カウン様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。そんなに求められていたなんて。ここ最近、朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました。今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます。以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事から解放されたい。はいはい、わかりました。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。未着手か進行中かも明記してくださいね。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。あ、そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します。あなたが一緒にいてくれなければ、私は己の心にとらわれていたままでした。仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね。仕事を終えたらお礼として、私も一緒にあなたの旅に参加させてくれませんか。でも仕事って終わらすことできるのか。未来のことはまた後で悩むことにしましょう。